はい、こんにちは、文具王です。今日紹介するのはこちら。はい、デルデ文具ポーチという製品です。2980円プラス税で3スター文具から去年の10月、11月ぐらいに発売になりました。サンプルをご提供いただきましてありがとうございます。ということで、今回は皆さんに、これ3色あるんですけど、各1個でプレゼントをしたいと思いますので、最後までご覧くださいという感じです。なんですけれども、これ、まあ、文具ポーチっていう名前なんですけれども、ほぼカバンです。なんかね、取っ手ついてるし、みたいな感じなんですけども、皆さんデルデご存知ですかね。あの、サンスター文具の、まあね、主力ペンケースの一つではあるんですけれども、もうね、ご存知の方もいるかもしれません。こんな感じです。デルデって通常品はこんなサイズなんですけども、これね、上の部分のファスナーを開けてですね、左右のこのつまみを持ってガッて下げると、まあ中身がこうやって出てくるということで、あっという間に、まあね、ペンスタンドになるということで、まあどこでもこうやってペンスタンドとしてペンを出し入れがすごいしやすいペンケースとして、僕も結構愛用してるわけですね。で、長く使っているものではあるんですが、これがね、まあデルデなんですけども、ちょっとおかしくないですか？この縮尺が。なんかサイズ感間違ってんじゃねえのっていうぐらいでかいです。今回のは、ちょっとね、いや、まあだから文具ポーチであってペンポーチではないっていう言い方をしてるんだとは思うんですけれども、それにしたってちょっとでかいでしょうっていうな、感じになっています。まあ値段も倍ぐらいするんですけれども、まあこうね、こんな感じなわけですよ。で、まあいっぱい入るっていうのはまあわかるわけですけども、じゃあデルデとしてまあどうなんかっていうところとかですね、実際どのぐらい入るのか、メーカー交渉としてはですね、100本ペンが入るって言ってるんですよね。どういうことだって感じですけれども。なんで、これちょっと見ていきたいなと思います。まず色はね、黒と、青と、それからグレーがありますと。ブラックとブルーとグレーっていう名前ですけども、3色ありますよ、ということになっております。ということでですね、もうちょっととりあえずこれね、一旦どけときましょう。ちょっとね、画角的にね、でかくてね、入んなくて大変なのよ、これ。はい。ということで、こんな感じですけれども、デルデなんですけれども、まあ、いっぱい入るということなんでね。まあ、身の回りの、筆記具をですね、デスクの上に、まあ、僕のデスクの上、時々映ってるから知ってる人もいるかもしれませんけれども、いっぱい筆記具があるやつを、とりあえず入れてみましたと。いうことでですね、入れたやつを、まあ、開けてみたいと思います。まあ、デルデなんで、やっぱ上のファスナーを開けてですね、これを下げるっていう動作なんですけど、今回ちょっとね、違うのはさすがにデカすぎるので、この口の部分を開けるためにここに針金というかですね、金属の枠が入ってます。なのでこう開けるときはですね、ここのところをですね、このガバッと開いてあげて、こうガッと下げるとこんな感じになりますよ、ということでですね、これで出てきましたという感じなんですけども、どうでしょうね。これすごくないですか？ちょっと気持ち悪いぐらい中身が入ってます。こんな感じです。はい、100本本当にあるのかちょっとあれですけども、はい、このぐらい入りますよというところで、もう中ね、もうハサミとかね、入ってても全然埋もれててですね、入ってるかどうかわかんないぐらいこう入りますということで、かなり物が入ります。まあこれね、絵描く人とかだといいかもね。コピックみたいなマーカーをめっちゃいっぱい持ってる人とか、そういう人にはですね、かなりいいんじゃないのかなと思うんですけども、いっぱい入ります。で、まあ、こんな感じですね。一発で出せます。で、これ、閉めてる状態から、これね、ガバッと開けてですね、これこのままで、まあ、一応ここにつまみがついてるんで、今までのデルデと同じように下げられるんですけど、ちょっとね、中身引っかかる時があります。これね、ちゃんと開いといて下ろしてあげないと、これちょっと中身にこのね、ここのフレームが、中に入ってるんで、フレームが引っかかるとちょっと降りてこないので、爽快感を持って開けたいときは、こう、ガバッとこう、ちゃんと開いてあげて、ずるっと下ろすと、一発で降りますよ、という感じですね。いや、すごいっすよね、この量。だってデスクの上にあった筆記具、ほぼほぼ入りましたからね。ということでですね、まあ、いっぱい入ってるんですけど、まあ、量とかはね、後で検証したいなと思うんですけれども、こんな感じです。で、あとね、特徴としては、前にポケットが2つあるので、まあ、ここに入りきらないものですね。付箋とかそういうものは前のポケットに入れてくださいということで、まあ、こう、ポケットが2つあります。で、後ろにひっくり返すと、後ろにもポケットがあるんですけど、後ろのポケットはここ、マチがついているので、ちょっと分厚いものも入れることができるよというふうになってますよ、という感じです。まあ、こんな感じ。で、
ちょっと気が利いているのは、これね、こうなってるじゃないですか。で、閉めて、はい、持ってこうって言った時に、これ移動させる時にですね、こうやって閉めて、ここのハンドルをこう持つと、こう、ハンドルがこうやって出てくるわけですけれども、これね、これ持って運べるんですけど、使うときやっぱこのハンドルちょっと邪魔かなって感じするじゃないですか。上蓋がね、こう中身出すときにこのピロピロしてると邪魔だなと思うんですけど、これファスナーを開けて、で、これをガバってやってこう下げるじゃないですか。下げたら、わかります？このハンドルが一緒に引っ込んだのわかります？この状態だとこう出てるやつをですね、こうやって下げるときにほら、シュル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 ってこう中に入っていくんですよ。これ実は、中でこう引っ張られるようにできているので、こう、広げた時にはこのハンドルが短くなるようになってます。なんで開けたままじゃなくて、で、持ち上げようとすると、こうちゃんと自動的にですね、周りも全部上がってくるようになってるんで、ハンドル持ってグッと持ち上げると、この形になります。なんで、まあ、開けるのもしまうのも1秒でできますよっていうのは、デルデの時から変わってませんということで、まあ、ペンポーチのデルデと、まあ、基本的には同じような感じで、一瞬で出せます。中身は多分3倍ぐらいは入るんじゃないのかなという感じでいっぱい入りますよという感じですね。まあ、横にちょっと置いてみましょうか。まあ、こんな感じなんでね。こっちが、元祖、デルデですけど、これがノーマルサイズのデルデなんで、まあ、これから考えたら全然3倍じゃ効かないね。4倍近く入るね。っていう感じ。僕、このデルデ使ってる時でもすぐに立てられて、で、立てられるタイプのペンケースの中では比較的大容量なんですよ。このデルデって。ね。まあ、ネオクリッツとかそういうのに比べると、中身がいっぱい入るっていうのが理由で、結構デルデをね、僕は愛用してたんですけども、まあ、そんな目じゃないですよねっていうか、目じゃないっていうか、これね、まあ、こんなにないよっていう人も多いと思うんですけれども、いや、もうペンが多くて困ってるみたいな人は、こういうのを使うといいのかな、というふうに思いますよ。本当に。で、こんな感じですね。もう文具ポーチなので、まあもちろんハサミとかノリとかそういうものもこうやってね、ホッチキスとかですね、ノリとかいうのもこうやって入れてあげれば全然入りますよということになってます。でただね、この大きさになってくると困るのは、この大きさで、まあもし最初の時とか、まああんまり本数がまだ入ってなくて中に詰めようと思ってる時とかに、まあこのまんまだとね、こう中で倒れちゃうと、ね、取り出せなくなったりとかするわけですよね。なんで、倒れないようにということで、なんか実は仕切りがついてるんですね。で、そこも見ていきましょう。はい。開けてみるとこんな感じになってます。よいしょ。わかりますか？こんな感じですね。中には仕切りがこんな風にあるので、まあ、こう、ペンがね、ちょっとだけでも、こう、倒れていかないようにということで、中に仕切りがついてるんですけど、この仕切り、実はですね、マジックテープっていうかですね、あれですね、面ファスナーでくっついているので、まあ、こんな感じになっていて、これがですね、中に取り付けができるようになってて、自分の好きなところで付けられるんで、まあ、位置を調整して、ね、入れることができます。よくまああるやつだと、ほら、ここはカラーペンで、ここは墨入れ用の黒のペンで、みたいな感じの分け方がちゃんとできるようになってるんですけど、この考え方で基本的には、この、まあ仕切りの両側にこうね、面ファスナーがついててくっつけるって、これ、ね、カメラバッグじゃんっていうことなわけですよ、要は。ね。要はカメラバッグ。って思ったらですね、これそのぐらい入るんじゃないっていう感じで、これほら、レンズとかね。これ結構なやつですよ。100ミリのね、これマクロレンズですけど、結構でかいドーンってね、入ります。もうなんかタンブラーぐらいの大きさありますけどね。だんだん入ります。ね。で、あ、じゃあこれ入るんだったら露出系とか入るじゃん、みたいなね。で、あ、そっかそっかっていうことで。で、あとこういうね、バッテリーとかね、ケーブルとか入れとけばこうやってね。入れとけばですね、あれっていう。あれこれカメラ用品バッグとしても使えるんじゃないのっていう感じですね。はい。こんな感じでレンズ入りました。っていう感じにできます。まあ、レンズだったら2本は入るよね。っていう感じですね。あと、ちっちゃいやつだったらストロボも入るよね。みたいな感じで、このぐらいは入ります。ということで。はい。です。で、あとはですね、ということで、はい、次これね。いろんなものが入るよということで、前ポケットのところはだいたいこのカードサイズぐらいまで入るので、こういう付箋とかね、こういうの入れたりとかできますよということで、これ入ります。あと後ろのところはですね、この、ちゃんとマチがついているので、中に、まあ、例えばこういう厚みがあるものでも、段は一応入るので、こんぐらいだったら入るかなということですね。まあ、あんまりいっぱいは入らないですけどね、中がやっぱメインなので、外のポケットはま、あくまでおまけですけれども、結構入ります。
ということで、まあ、ここに、まあ、ちょっとどけときましょう。で、ね、100本入るって本当かよって話ですよ。ね、ペンが100本入りますっていうのは、本当に入るのかということで、ちょっとね、一回ね、開けてみたいと思います。はい。ドンと。こっちもね、いっぱい詰めてみました。はい。ドン。よいしょっと。こっちはね、もうね、目いっぱい詰めてるので、下げるときにちょっとね、思いっきり口を開いてあげないとあれですけど、こんなぐらい入りますよ、ということですね。はい、ガーンと入っておりますが。これ何が入ってるかっていうと、よく航空会社の名前が入っていたりとかですね、あとホテルの名前が入ったりするノベルティのペンなんですけど、ちょっと知り合いの人でですね、知り合いの知り合いが CA さんっていうのがあって、世界中のね、ペンをですね、お土産にちょいちょいもらうんですけど、そういうのがこういうとこに入っております、ということなんですけど、めっちゃ入ってる。ね。ということで、本当に100本入ってるのかちょっと検証していきたいなと思います。はい。ということで、ここに並べながら出していきたいなと思います。はい。もう全然余裕でこんな入るね。2、4、6、8、10本。はい。これで10本ですかね。はい。10本。はい。で、2、4、6、8、20本。ですね。20本です。はい。これ、ちょっと映るかな？はい。20本。はい。で、よいしょ。はい。2、4、6、なんだ。の、10本。30本。です。はい。2、4、6、40本。はい。で、2、4、6、8の。はい、これで50本ですね。50本。はい。よいしょ。はい。2、4、6、8の。60本。はい。2、4、6、8の。70本。はい。よいしょ。2、4、6、8の。80本。イエイ。はい。画面に映りきってないね。はい。2、4、6、8の。はい。90本。よいしょ。はい。2、4、6、8の。100本。はい。100本これです。はい。ドーン。はい。これで100本です。まだ入ってる。はい。ということで、行ってみましょう。はい。2、4、6、8の110本。で、2、4、6、8の120本。127本入ってた。はい。って感じです。127本入りました。ということで、こんぐらい入るよ、という感じですね。めっちゃ入る。ね、一応戻しておきましょう。ということでですね、こんぐらいは入りますよ、という感じですね。ちょっとこれ、戻すのにまたちょっと時間かかるので、これちょっとどけときます。すごい。120本以上これで入ってます。これペンの大きさはデコボコしてるけど、まあ比較的細めのペンが入ってるので、まあちょっとね、滝のペンみたいなやつになってくると、ちょっととか、あとはコピックのね、ノーマルの普通のやつね、クラシックタイプの四角いコピックとかだって100本入んないと思うんですけど、細めのペンだったら、まあそのぐらいは100本ぐらい入るかなという感じに、なっております。ということでですね。はい。という感じです。いろんなものが入るよということですね。はい。で、まあ、さっきレンズも入りましたけどもね。はい。何でも入れられるんで、まあ、コスメポーチとかに使う人もいてもいいかなとは思うわけですけれども、あとね、メーカーの方としてはガジェットポーチにもなるよみたいなことが書いてあったので、ちょっとガジェットも入れてみましたよということで開けてみたいと思います。あ、そうそう、ポケットのところには例えばこういうね、ケーブルとかね、だからこういうほら、イヤホンとか入れてみましたよ。はい、こんな感じでですね。はい。ね。
こんな感じです。イヤホンとかケーブルとか入りますよね。ということで、こうやって受けとく。で、あと、まあ、こういう、まあ、これもケーブルとか、あれですけど、こんなもの入れときましょう。で、開けてみます。はい。ガーッと。で、開ける。ね。まあ、どんぐらい入るかっていうと、まあ、何が、ね、入るかっていうと、ほら、例えば、まあね、こう、iPhone とかね。iPhone 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 とか、iPhone 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 とか、お、で、あ、これ違う。これはモバイルルーターとか、iPhone とか、iPhone とか、iPhone とか、はい。iPhone とか、あ、これ iPod とか、あとは iPhone とか、ですね。あとは、モバイルバッテリーとか、モバイルバッテリーとか、モバイルバッテリーとか、あとは電子辞書とか、ぐらい入ります。っていうことで、まあ、iPhone 何枚入ったんだっていう感じですけども、こんな感じです。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11台、iPhone、iPod が入ってました。もうちょっとあれです。電源がちゃんと切れてない。普通に使ってるやつとかもあるんで、こんな感じですけども、はい。ということでですね、はい。まあ、iPhone なら、ここで11枚入ってるわけですね。で、モバイルルーターと、それから電池が、3つ、それから、あと、電子辞書とか入ってるんで、こんくらい入ります、ということですね。はい、このぐらい入ります。という感じで、まあ、とにかく、物はいっぱい入るので、いろいろ使い勝手はあるんじゃないのかなと。なんで、これは文具ポーチってことになってますけど、まあ、文具だけじゃなくて何でもいけるな、という感じが、しますよ、と。いうところで、はい。まあ皆さん何か、使い方はあなた次第っていうような最低のコピーね。はい。あなた次第って言ったら何だっていいじゃないかってなっちゃうので、まあ普段あまり言わないわけですけれども、まあ筆記具入れる人だと、まあね、例えばですけども、まあこんだけ入るんで、OKB48 が、まあ要は100本入るってことは、OKB48 が2セット分入ります。もうすごいよね。まあ、こんぐらい入るので、まあ、なんですかね。そんなに持つやつおるかって思うかもしれないですけども、案外、まあ、絵描いてたりとかですね、文具好きでとか、あとはね、万年筆とかでも、色ごとに、インクの色ごとになんか書くの20本持ってる、30本持ってるって人結構いるので、そういう人は案外これはこれでいけんじゃねえのかなというふうに思います。ということで、はい。まあ今日はですね、まあ、ただただ大きいいっぱい入るっていうのをですね、っていうのと、俺が iPhone 買いすぎっていうね、話をしてるだけの回になってしまいましたけれども、そんな感じになってます。はい。というところで、まあ最初に言ったプレゼントの件なんですけれども、サンスター文具さんから、ですね、これ黒1個は僕が使わせていただいておりますけれども、3色ですね、各1個ずつもらったので、皆さんにもプレゼントしたいと思います。ご希望の方はですね、いつもの概要欄のところにあります、リンクからですね、フォームがありますので、そこに、質問とか、感想とかご意見とかいただければと思います。と YouTube ライブやってるので、その中とかで紹介させていただく場合がありますということで、皆さんどしどしご応募ください。採用された方の中からですね、抽選で3名、抽選と言ってもですね、まあほぼ僕は独断で決めますけれどもということなので、皆さん、コメントいっぱい書いて送ってくれるといいんじゃないのかなと思います。ということで、今日はですね、サンスター文具の、ちょっとやりすぎペンケース、ペンケースじゃないや、文具ポーチ。はい。デルデ文具ポーチのご紹介でした。以上です。